どうもタブヤンです。今回から新たなシミュレーションゲームネクタリスプレイしていきたいと思います。1989年ハドソンさんの PC エンジンのゲームですね。ネクタリス、私初めてプレイしますが、 SF っぽいねシミュレーションゲーム大好きなので、早速やっていきたいと思いますが、このゲームねマニュアルというのがありますので、今回はマニュアルをね学ぶ、回にしたいと思います。まあチュートリアルなんでしょうね。ということでネクタリスご存知の方はね、退屈になるでしょうけども、次回から本格的にプレイしていきますのでお楽しみに。ということで、初心者の私はこのマニュアルをねじっくり読みたいと思います。いくぞ。ゲームの流れと目的。プレイヤーにはいくつかの部隊が与えられ、各部隊はあらかじめマップ上に配置されています。なるほど、マップ上に配置されているコマのことをユニットと呼び、プレイヤーはこのユニットを操作してゲームを進行します。各マップには両軍の収容所、ほうほうほう、収容所があり、ユニットを進めることにより敵の収容所を早く占領した方が勝ちとなります。あー、なんか歩兵的なやつでないと占領できないのかな、それとも戦車系とかでも占領できるんでしょうか。また相手を全滅させた場合も勝ち。あーなるほど、収容所を全部占領するか相手を全滅させたら勝ち。これは自分のユニットです。青色で表示されています。これは相手のユニット、緑色、ほうほう、自分の工場青、うん、相手の工場緑、中立が黄色、 OK、 自分の収容所青色で表示、相手の収容所緑色で表示。プレイの順序、このゲームは野球のように2人のプレイヤーが交代で遊びます。野球もそうといえばそうか表と裏っていうことね。交代でプレイする一回りをターンまたはフェーズと呼びます。ゲームの手順、プレイヤーは自分のフェーズに望む数だけのユニットを動かすことができます。望む数だけだから全部動かせるってことかな。SD ガンダムガチャポン戦士2みたいにね、1ターン12ユニットまでとか制限がないっていうことだね。いくらでも全ユニット動かせるってことか。将棋のように、あ、将棋で例えましたか一つのユニットを動かすだけではありません。各ユニットは1ターン中に1回だけ行動できます。移動、攻撃、移動プラス攻撃の3つが行動の基本。うん、なるほど。必要なユニットの行動が終わったならば相手のフェーズへと移行します。なるほど、はい。まあ収容所を全部取るか敵を全滅させれば勝ちということだね。コマンドの説明、おお、移動コマンド、移動させたいユニットの上にカーソルを移動させます。1ボタンを押し、 PC エンジンだからね、コマンドを移動に合わせて1ボタンを押すと移動できる範囲が表示される。あー、わかりやすい。移動したい HEX にカーソルを合わせ1ボタンを押すとユニットが移動します。移動先を確認したら1ボタンを押し移動を決定します。ミサイルバギー、かっこリンクスラビットは攻撃後移動できる唯一の兵器。あ、攻撃してから移動できるんだ、それいいね。チケット効果、平地道路ほど整備されていないので輸送車やバイク兵の移動が力がやや落ちます。道路防御効果なし、まあなんとなくわかるよね、橋道路と同じ、丘ある程度の防御効果を持ちます。
車両ユニットは全て移動力が低下。荒れ地、地上ユニットは全て移動力が低下。要塞戦車、輸送車、バイク兵は侵入できない。ああ、なるほど。谷、歩兵と機動歩兵、飛行ユニットのみ侵入することができます。おお、あ、谷を越えると。歩兵とかだったら越えられるってことね。車両系は無理ってことね。歩兵と機動歩兵っていうのがあるんだ。歩兵、機動歩兵は侵入するのに常に全移動力を必要とします。そうですか。 SD ガンダム2に例えてて申し訳ないけど、知らない人にはねSD ガンダム2で言うと大気圏だね。山脈、歩兵、機動歩兵、飛行ユニットのみ。あ、山脈も。あー、その左上のやつね。最高の防御効果を持つ。なるほど。まあ、飛行ユニットには防御効果が関係ないんでしょうね。工場、敵または中立の工場ヘックスで移動を終えることはできません。どういうことだ、よくわかんない。工場の上には乗れないっていうことかな。自分の工場ヘックスで移動を終了したユニットは自動的に工場内に格納される。で、補給を受ける。へえ、工場って修理とかしてもらえるってことか。収容所、両軍の最重要拠点、高い防御効果。注意、飛行ユニットに地形の影響はありません。まあ、そうだろうね。ゾック、ゾックとはそのユニットのいる周囲6ヘックスの範囲を言います。まあ、隣接した場所ってことだよね。敵ユニットのゾックに入ったユニットは必ずそのヘックスで停止しなければなりませんと。あは、通り抜けることはできないんだね、相手を無視してね。一旦中に敵ユニットのゾックを通過して移動することはできません。敵のゾックに囲まれたユニットでも最低1ヘックスは移動することができます。なんだ、難しくいくこと言うな。ああ、この状態で一歩は動けるってことだよね。はいはいはい。移動、なんとなく他のシミュレーションゲームに似てるから感覚的に分かりますけどね。攻撃コマンド、直接攻撃とは隣接する X の、うん、普通のことだね。攻撃させたいユニットにカーソルを合わせ、移動してから攻撃もできるんだよね。まあ、それが基本だろうな。移動して攻撃、間接攻撃、敵を離れた X から攻撃。なるほど、自走砲的なやつかな。射程内の攻撃可能な敵ユニットがヘックスで表示される。ああ、表示してくれるのはありがたいね。支援効果、お、これはちょっと覚えておかないといけないんじゃない。戦闘の時、味方ユニットが近くにいると攻撃力や防御力がアップします。お、いいね。これを支援効果と言います。ファミコンウォーズとかにはないやつですね。ファイアーエムブレムシリーズとかあるけどね、支援効果一部ね。防御側の支援効果、敵ユニットに隣接している味方のユニットの支援を受けられます。ああ、なるほど。攻撃されているユニットの防御力が、あ、防御力アップ、いいね。攻撃側の支援効果、敵ユニットに隣接している味方のユニットの支援、攻撃力アップ。おー、包囲効果、攻撃の時に敵ユニットを味方のゾックで囲むことで、え、あ、じゃあ退路を立ってたりしたら敵の攻撃力防御力の半減効果を、あ、逆に自分の能力アップじゃなくて敵の攻撃力防御力を半減させる、これは重要ですね。囲んだ状態で攻撃すれば能力抑えれるんだ。包囲効果、あ、なるほど。敵の強力なユニットにも対抗できる。包囲効果と支援効果
語。ああ、退路を断ってかつ隣接もしてると。だから一歩下がって周りを囲んでるだけで包囲効果が得られて、で直接隣接してる支援効果もプラスすれば最強ということか。うわー、だから集団で戦う方が圧倒的有利ってことだね、このゲームはね。単独行動はダメですね。次行きましょう。性能コマンド。ユニットの上に、カーソルを合わせ1ボタン。コマンドを性能に合わせて押すと性能画面。あ、それだけ。OK。各ユニットについては、戦いをスタートしてから、ね、覚えていきましょう。終了コマンド。適当な位置で終了。自分のフェーズは全て終了しますと。OK、ありがとう。コマンドの説明理解した。輸送占領についても理解しよう。輸送。輸送するユニットを選択し、1ボタンを押します。移動コマンドを選択し、輸送ユニットのあるヘックスにカーソルを合わせる。ああ、これ歩兵を輸送車に乗せるみたいなことかな。搭載中の輸送ユニットの移動コマンドを選択。移動を終了すると、輸送ユニットの周囲に、降車可能なヘックスが表示。これあれかな、そのやってみないと分かんないけど、歩兵を輸送車に乗せます。じゃあもうそのターンは輸送車は移動できないのか、それともそのターンでもうすぐに移動して降ろせるのかっていうのはちょっと重要なんだよね。それはちょっと実際にやってみて試してみるしかないのかな。それから地雷野砲の輸送。地雷と野砲は移動力がない。なるほど、まあ地雷は置くだけですもんね。工場から直接輸送用ユニットに搭載しないと移動ができる。おお。また地雷と野砲は一度降車すると二度と搭載できる。ああ、使い捨てっていうか置くチャンスは一回だけなんだね。地雷と野砲、楽しそうだね。占領について。占領ができるのは歩兵、機動歩兵、バイク兵の3種類。あ、バイク兵なんか移動力ありそうだよね。この3つの使い分けどうなんだろうね。性能をちょっと理解したいね。占領はマップ画面の工場収容所 X で移動を終了することで行う。敵の収容所を占領するとその面は収容所っていうのは一つのマップに1個なのかな。1個だとするともう本拠地っていうことだよね。工場を占領すると中に格納されているユニットを自分の戦力にすることができる。おお、そうですか。これめちゃくちゃ重要ですね、工場を占領するっていうのは。工場から兵器を発進させるには次の手順で行います。工場ヘックスにカーソルを合わせ1ボタンを押します。工場内の画面になるので発進させたいユニットにカーソル合わせ1ボタンを押します。マップ画面に戻ると工場の周りに発進可能なヘックスが表示される。発進させたいヘックスにカーソル合わせ1ボタンで発進。あー、っていうことは機動力の高い飛行ユニットとかでも1ターン目工場から発進するときは工場に隣接する場所にしか発信できないってことか。一つのユニットは一ターン中に格納と発信を両方することはできません。ああ、格納したらもう一旦終わりってことね。なるほど。占領したターンは発信できないのかな。その辺も細かいところはちょっとねやってみる必要がありますね。はい、ということでネクタリスチュートリアルは以上で、次回から本格的にプレイしたいと思います。生産するとかそういう資金とかそういうのはない感じなんでしょうね。シンプルでいいじゃないか。ということで次回からプレイするんですが、
オープニングマップだけね見てみたいと思います。21世紀人類は月にまで進出し採掘した資源を地球に供給していた。しかしその資源をめぐって大国は独立、中でも外地帝国は資源の占有を強く主張した。2089年4月6日、ついに外地帝国は月に軍隊を送り、ほぼ全土を占領。月の工場は全て外地帝国の手に落ち、帝国軍の兵器が次々と生産された。逆らった人々は全員囚われ、月面各地の収容所に入れられてしまった。その間にも外地帝国は地球攻撃のための最終兵器 MOA の発進準備を進めていた。その情報を得た人々は収容所の脱出を図った。目指すは MOA 発射基地ベースネクタリス。今地球の命運はあなたの手に。ほう、外地帝国が月を全て占領してさらに地球へ攻撃を企てている。それを阻止するのが私、どっちかというと地球防衛軍みたいな感じのなのかな。おー、ということで最初のマップ、ワクワクしますね。学んだことをやっていきたいと思います。それでは次回からのスタートをお楽しみに。さよなら。